結果の発表です。先ほど行われました女子 800m 競走予選第2組の結果です。1着久保さんエディオン時間2分5秒67、2着黒川さん自由記録2分8秒77、3着鈴木さん山形大職員時間2分9秒23、4着島田さんユニクロ時間2分11秒24、5着橋本さん資生堂時間2分14秒94。さあ鐘が鳴りましてラスト1周です。最初のレースは56秒。男子のハンマー投げ新見高校教員の土井田君距離を伸ばしまして61メートル33と伸ばしてまいりました。続いての投擲は群馬総合ガードの野口君現在第3位。先頭行きますのは富士通の口野くん。先頭の口野くん、まあ、着でフィニッシュです。